漢検に出る漢字全部解説画数33編イエーイ、よいしょ、クイズオフ川村です。はい、ということで始まりました、漢検に出る漢字を片っ端から解説していくコーナーです。山本見てるか。はい、こちらのね、漢検漢字辞典、漢検に出てくるすべての漢字が載っている、熟語もいっぱい載っている、そういう漢字辞典があります。売られていて、こんな厚いんですね。こんな。さて、それをちょっとずつ解説していこうと思ったんですが、今回は画数が33の漢字をすべて解説しようと思います。はい、実は漢検漢字辞典に載っている、つまり漢検1級までに出題される漢字の中で画数が一番多いのは33画の漢字なんですね。つまり画数は1から33であると。で、つまりですね、画数33の漢字をすべて覚えれば33分の1達成したことになりますから、漢検1級の達成率 3% になるわけですね。これから一つずつ漢字をお見せしていくのでついてきてくださいね。はい、まず画数33の漢字、一つ目はこちら、ソと読みます。鹿のケルベロスですね、鹿ベロス。はい、そして以上となります。はい、漢検1級までの中で画数が33の漢字、これ1個だけなんですね。つまりこれが漢検1級の中で一番書くのがめんどくさい漢字。はい、画数33の漢字はこれ1個だけです。ということで解説していきますと、はい、音読みはソ、訓読みがちょっと4つ出ていて覚えづらいんですけども、まずは荒いを覚えましょう。イが奥イガナですね。荒い、大きい、ほぼ、黒米と4つ意味があるんですけれども、まず、ソと荒いを覚えましょう。なんでソ、荒い？鹿って、そんなに密集する動物じゃないんですよ。群れをなした時に。そんなに密集しなくて、パラッパラチっていうから、これで荒いという意味になったんですね、この鹿ベロスが。はい。で、この漢字、ちょっとよく見てください。両方、ソで荒いという、読みを持つんですね。はい、両方ソで荒いということは、こっち常用漢字でこっちは漢検1級レベルなので、もうどんどんこっちに書き換えられていっているこの漢字が、という感じですね。今のはフィーリングです。はい、もう一個見てみましょうか。痛い字というのがありまして、例えばソだと普通のこう書いてもこう書いても OK だよ、文字の形が異なりますね、でも同じ字ですよ、というのがソとソ、これとこれです。そうなんです、鹿3つも書いてられませんから、このノマ、同じっていう字でペッてつけたら、この鹿のケルベロスとこれですね、スーパー鹿が同じことになりますね。ブルーアイズなんだっけ、アルティメットドラゴン、攻撃力4500のね。はい、じゃあ見ていきましょう。まず、素略、存在なこと、荒いですね。これはもう素略、こっちで書いて丸がきます。そう、素略。まあ、読めればいいですけど、これとこれは本当に似ているので、音読みも同じ、そう。じゃあこれを素略と読みましょう。はい、次。素形。あ、ちょっと荒い。形はですね、景品の形です。そして、素形、こっちで書いても、いいんですけれども、意味としては粗品ですね。品もケルベロスですね。すごいな、すごいか。はい、荒い景品、粗形。はい、次でこちら、粗子太陽、荒い枝と大きな葉っぱ、つまり小さなところにこだわらずに自由に書いた文章という意味の言葉になります。素子太陽、これ四字熟語なんで、ちょっと書き換えが載ってなかったんで、こっちで覚えてください。素子太陽で、こう流動ダビ感が半端ないですけれども、覚えていきましょう。はい、物述べの荒かひ、はい、これは人名です。で、人名で大抵こっちで書かれます。なんででしょうね、そんな33文字の漢字が自分の名前に入ってたら、もう漢字嫌いになっちゃいますよね。テストで、はい、じゃあ、用意スタートで裏返して名前書いてね。
もののべのあらかひって しか4つ書かなきゃいけない。はい。この人はですね、祝いの乱を鎮圧した人です。祝いの乱は527年に起こって翌年に鎮圧されたんですけれども、日本が朝鮮に、新羅に攻め入ろうとした時に、この祝いって人がめっちゃ邪魔してきたんで、その人をやっつけた、中央側の人ですね、国政側の人です。もののべの荒かし。大友の金村とかと一緒で大村寺をやっていました。はい。ということで、この、祖、覚えていただけましたでしょうか？はい、これで、達成率 3% ですからね、皆さん、関係の。これで、画数33の漢字全部マスターしましたから、これでもう、達成率 3% ですよ。実はですね、もう一個、祖本っていう、めちゃくちゃ面倒な熟語があるんですけど、本の説明するのが、ちょっと、僕には辛かったので、自分で調べてくださいね。漢字ペディアっていう、すごい有能なサイトがあるので、関係が公式で運営している、漢字ペディアというサイトがあるので、ぜひ見てみてくださいね。ということで、チャンネル登録、高評価、メインチャンネルのフォロー、SNS などの Twitter のフォローもよろしく。バイバイ。通知もオンにしてね。